いやー、久保さん久保さんどうもー <laughs> えー、3本ですね3本取りましょうはいまず1本目ですね座右の銘は何かっていうとこなんですけど座右の銘はですね吉田松陰さんっていう方ですね、えー、幕末のとこで生きた人なのかなまあちょっと歴史はあんま詳しくないですけど吉田松陰っていう方の僕は「覚悟の磨き方」っていう本でその吉田松陰さんっていう人がいるんだっていうのを知ったんですけど で、その、えー、覚悟の磨き方の本を読んだ。読んだ時におすごいなと思ったのが、そのなぜ学ぶのかと。なぜ学ぶのかという、うん、問いがあったんですよ。で、吉田商品はこう答えるんですね。まあ、その答える前に <laughs> その吉田松陰がなぜ僕がすごいなと思ったのがまあ、吉田松陰先生ですね。 あの吉田松陰先生がなぜそれ、あのー、この人はすごいなと思ったのがなんか本に書いてあったのかな要はその爆結局その死刑になるんですよ死刑にでどういう死刑かっていうと首を切られると首を切られる死刑なんですね切腹というか、まあ、首バーンってで,で吉田松陰さんもなんかその歴史の,その、まあ、巻き込まれたの分かんないですけどまあ、えー、殺されちゃうわけなんですけどその首切り人っていう人がいるわけですね首をとひとまず切るっていうその 処刑する人がでその人が震えたらしいんですよなんで震えたのかっていうとそのその首を切ってきた人っていうのはいろんな死に際人が今から首を切られるという時の死に際をたくさん見てきたわけですよある人はめちゃめちゃ大声で叫ぶ人もいればめちゃめちゃ泣いて、うん、もう震える人もいればあとは助けてくれっていうね 言う人もいればしょんべんちびる人もいればいろんな人がいるわけですよもう今から首切られるってなった時にでねその人は震えたって言うんですよなんで,でかっていうと今から首を切られるんですよだけど吉田松陰は無なんです無なんです無なんかなんだこの人みたいなこんな人初めて見たぞみたいなでまあ 首切られるんですけど要はあの無っていうのは普通だったら死んだら無じゃないですか死んだら無なんですけど吉田松陰はもうあの生きてる状態で無になれるしかも自分が死ぬ間際ですよもう首切られる痛いそんな間際に無になれるというかすごくないですかもう生きてる間に無ですよ生きてる間しかも今から首切られるのに無になれるっていうね ここれはもうね、境地だなななっていいの人すげーなみたいな僕チキン野郎なんで絶対首切られるってなったら「はあやめてくださいみたいになると思うんですけど「<laughs> ごめんなさい」みたいな「お願いします」みたいになると思うんですけど吉田松陰は無なんです生きてていやそうはすげえなと思ってまあ本を読んでたんですけどその一節の中にその無になれる人吉田松陰はこう説くわけですねなぜ学ぶのか人は学ぶのかっていうところで僕たちは あのまあちょっと文明が長いんで割愛しますけれどもなぜ学ぶのかっていうところで、えー、僕たち私たちは忘れたものを忘れたものを思い出すために学ぶんですと、えー、僕たち私たちはなぜ学ぶのかそれは思い出したことを、うん、あじゃあ忘れ,たし忘れてしまったことを思い出すために学ぶんだっていうことを説いてるんですね。 でこれを、まあえー、僕の解釈でお伝えするならば要は何だろうなー大人になっていくとどん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 ,うんいいんなな情報が入っていくじゃないですかうん例えばその思いやりだったりとかうんなんかその社会の闇を知,る知れば知るほどどんどん心ってよどんでいくと思うんですよ。へえ結局こんなもんだよねみたいな。 あとニュースでもそうですよね政治家さんとかが汚職とかニュース見れば見るほどあ結局俺たちの税金もらってそんなことやってんだとか何かいろんな情報入るじゃないですかでそうするとうんなんか淀んんかででくるんですよねだから人間本来の持ってるものっていうのはもっとすごくシンプルでピュアでうーんそういうな温かいものがあるよとただ生きていく過程で忘れてしまうと。 なんかその忘れてしまったものを本来持ってるものを思い出すために勉強しないといけないんだよっていうこ深いなーと思ってねこれめちゃくちゃ深いなと思ってもう本当に確かにでねなで、うんで僕はいろんな成功本を読んだんですけど必ず出てくるのが素直なんですよ必ず出てくるキーワードが素直になりましょうなんですよで僕も久保さんも含めて、まあ、たくさんの方にいろんなことをお伝えしてますだけどほとんどの人が素直にできないですね でも成功本にはですね「素直,素直であると松下幸之助さんも「素直であれ」みたいなこと言うんですけどまあいろんな成功本に「素直じゃないとダメだよ」みたいなもうもう共通として書いてますでもじゃあなんで素直になれないのかっていうと、まあ、いろんな情報が入ったりとかいろんなよどんでるわけですよ。で吉田松陰さんはあのなんだそういうの学んで思い出してまあその本来の心素直なこう取り戻すみたいなまあそういうとおいてて。 あーなるほどなとだからもともとその大人になって素直になれない人が9割分でですす素直になれなれいですよね例えばこの億万長者合宿ねあー行きたいと思っても素直な行きたいと思ったら行けないじゃないですか気持ちは行きたいと思ってるんですけど、えー、素直に行けないんですよ行きたいとじゃあだ例えばねいやそ,そんなこと言うと多分こう返ってくるんですよいいやお金ががなととかかスケジュールがとか いろいろ問題が出てくるわけですよ。でも気持ちとしては素直な気持ちとしては行きたいんですよ。でもじゃあお金の問題が出てきました。で行けない。でも気持ちは素直に行きたいんですよ。でもその,その素直な気持ちをなんかそのよ情報でこうシャットアウトするんですね。いやいやいやその素直な気持ちをシンプルに伝えればいいじゃないですか。じゃあ久保さん僕にいやお金がないんですけどあ、まあ、この前もお問い合わせいただきましたけどまあそのなんだ紹介したらタダで参加できますかみたいな。紹介したら えー、ただで参加できますかとかなんかそのアクションははでできるはずなんですよだから素直になんかそう思ってても素直になりきれないなんかアクションできないまあこれがほとんどの人なのかなと思いますね。ほとんどの人が、まあ、素直にアクションでできないですね自分はそう思ってるんだけどいやでも周りからこうねあのその今回その久保さんの V 映しますけど久保さんも言ってますしその100年後100年後はね あ誰もいなくなくるわけですよだけど周りのことみんな気にするじゃないですか自分はこう思ってるんだけどいや周りからこう言われたらどうしようとかねだからまあ僕の座右の面というかまあ一つパッと思い出したのがうんあれですね、えー「なぜ学ぶのか吉田松陰先生のそれはめっちゃ深いな」っていうその「学ぶ」とは何なのかと。 なななんで勉強しいいいいといけないのっていう思いあの忘れてしまったことを思い出すっていうやばないですか忘れてしまったほ人間本来の忘れてしまったものを思い出すために学ばなきゃいけないんだよっていう教えですよねこれ深いなあっていう、まあ、あとね松下幸之助さんの,あのこの,あのこれはねすごくシンプルなんですけど松下幸之助さんが雨が降ったら傘をさす、うん、雨が降ったら傘をさすっていう言葉があるんですよ。 当たり前やんけって。だから当たり前ですよね。どうすか。雨が降ったら傘をさすっていう言葉があるんですよ。で言葉なのかわかんないですけど、誰が言ったのかって話なんですけど、松下幸之助さんが言ったからあすごいなと思うのかわかんないですけど、雨が降ったら傘をさすってなんか当たり前じゃないですか。どうすか。どうすか。雨を降ったら傘をさすと。で、松下さんはその,その言葉にこういう解釈を入れてるわけですよ。要は雨が降ったら傘をさす。 このシンプルな行動に実はその成功する上での必要な要素っていうのは実は入ってるんだよ。雨が降ったら傘をさすこのシンプルな人間の原理原則に実は成功する上での必要な要素が詰まってるんだぞみたいなのを言ってるんですよ。例えば例えばでしょ、えー、お金がないからお金を稼ぐシンプルじゃないですかじゃあ僕が何で何で、えー、商品を売ったりとかそういうのやってるのか、うん、お金を稼ぐからやってる。 ただ、それだけなんですよ。もちろんね。お金を稼ぐうん。1人。僕は会社員じゃないですか？給料ないんですよね。給料がない給料がないから自分で稼ぐ。給料がないから自分で稼ぐシンプルじゃないですか？雨が降ったら傘をさす。給料がないから自分で稼ぐ同じじゃないですか？ すすごいシンプルなんですよ <laughs> 松下幸之助さんは雨が降ったら傘をさすみんなが当たり前のことにのようにやってること実はそのシンプルな構造に成功のヒントが隠されてるみたいなこと言ってるんですけどね、うん、まさに、まあ、それもね僕それが印象に残ってるのがその僕ねあの雨降っても傘さすすの嫌いなんですよだから覚えてるんですけど雨降ったら傘さすすの嫌いなんですね雨が降ったら濡れるみたいなね これは僕の名言です。雨が降ったら濡れろみたいなね雨が降ったら濡れちまえみたいな。ね、ちょっとあのひねくってる部分あるんですけどまあそれもシンプルかなって傘がなかったら傘がないんだったら濡れちゃえばいいじゃんみたいな雨がね雨が降ってじゃあ傘がなかったとしましょう自分に何もないじゃあ濡れちゃえばいいじゃんとどうせ家帰ったらシャワー浴びてどうせ濡れるでしょって話です これは僕の名言じゃあ僕の格言ですね雨が降ったら濡れちゃいましょうっていうぐちょぐちょになっちゃいましょうちょっと下ネタ入っちゃうなまあ、い,いや <laughs> 雨が降ったら濡れましょうっていうどうせどうせ家に帰ったらシャワー浴びるでしょっていうシャワーで毎日濡れてるでしょっていうわ <laughs> かりますどうせ毎日シャワーで濡れてるじゃないですか夏になったらわざとプールに入って濡れません <laughs>、ね、わざと海に入りますよねわざとというかね だ結局ねな風,呂風呂入るじゃないですか、うん、だから傘がないんだったら濡れちまえっていう話でそれでも前に進めってことですね雨が降ってたとえ濡れたとしても前に進めと、うん、話ですこれなんか残せるんじゃないかな雨が降ったとしても雨が降って傘がなかったとしても前へ進めと、うん、いつしかシャワーは浴びれるぞという話ですね それがなんか、うん、そのじゃあ雨が降ったらいけないとかね、雨が降ったから傘がないからどっかに行けないとか、いや、行きたいんだったら行けばいいし、濡れても行けばいいじゃないですか。そう、金久保さんがね、金八先生の話してましたけど、あの金八先生、あ、すみません、なんか3個送ってもらったんですけど、その金八先生の話もどっかに入ってたんですけど、あの金八先生のね、あの武田鉄矢さんの101回目のプロポーズですよ、101回目のプロポーズで、その雨に濡れながらのシーンあったな。僕は死ぬべしやみたいな。あれ、雨に濡れてたわな。 雨に濡れても伝えるみたいな分かります関係ないですね。うん。まあそんな感じですねはいということで久保さんから送っていただいた動画もこの後映しますんでよかったら見てみてくださいどうぞこんばんは吉谷さんそうなんですよね遠慮してもね100年経ったら多分今現在生きてる方みんないなくなるんですよね自分の大好きな人も自分を大嫌いな人も全部込みで100年経ったら 完全にリセット自分ももういないということになると思います100年待たなくても50年ぐらいでもいいのかもしれないですよねそのぐらい人間の命ってはなくってで死んでしまった人ってのは忘れられてせいぜいね10年ぐらいは覚えてもらえるかもしれませんけども、まあ、いなかっその中でまあね自分の死後も存在を残していきたいなと思える方はうー誰かに何かを与えることなんだなと思いますよね。 まあその一つがこうやってインターネットを使って自分の発信を残すということなのかなと思います。それから自分の名言っていうのがねあったり格言っていうのを作りましょうって言いましたけどもあれも本当に人の心に響くものだったら代々伝えていってもらえるんですよね。そしてその言葉が人を励ましたり人の役に立ったりするんではないかなと思います。うん、そういうふうにね自分が死後も何かを残せたらそれは死ではないのかなと思います。 きっと本当の意味で生きることなんだろうと思います。うん、赤城っていうねえー、方があー麻雀漫画に出てます。天っていう漫画に出てます。最終回ですね。まあ、いろいろと考えさせることがありました。あのー、赤城のこういう言葉がね。僕はすごく好きなんですよ。あの、もう自分自身でリスト必要すらないんだって。言葉ですよね。あの、赤城もそうですけども、私もですね。久保哲郎という人間の檻の中に入ってるんですよ。 という人間だからできることもあるで,できないこともああるる限界があるんでですよねでももしかしたら死っていうものがもうね自分自身ですらいなくていいという自由をもたらしてくれるのかなと思っちゃったりもするんですよねまあこの辺哲学ですよねさあそれでねちょっと前の動画ですけども吉田さんが自由についてちょっとお話ししたことがあったんで私もちょっとね思い出したことがあるんですよそれは遡ること小学校6年生のことです 私はソフトボールをやっている、ねまあ、野球少年で、えー、学校のグラウンドで大体、えー、いいね6時とか7時ぐらいまでいつも練習をしてたんですよね。まあ、この時期いつもそのね暗い道をトボトボと帰っていたわけなんですけども、うん、その学校にですねあの動物を飼っている飼育スペースっていうのがあってウサギもいたりするんですけども私がねよく見に行ったのは鳥なんですよ。 ハトとかがいたんですよねインコとかがまあ、主に私は印象に残ってるのはハトなんですけども、まあ、ハトってその辺自由に飛んでますよねでも学校の飼育スペースに行くとハトがですねこう木の上に止まってて檻の中でずっとおとなしくしてるんですよ全然飛ばないんですよでも檻の外のハトを見るとパーッと自由に飛んでいってるんですよねでだん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 私は檻の中のハトがなんか腹が立ってきてですね無性に子供心にですよ まだ当時11歳ぐらいですけども腹が立ってきて何でこの鳩たちは自分がこの檻の中に閉じ込められている環境に甘んじてこうなんかね木に捕まって外に出ようとしないのかなって諦めちゃってるのかなとか思ってたんですよ。でちょっとこっちを向くとその辺でポッポポッポね地面をつついてる鳩がパーッとね飛んでいってもうはるか彼方まで行くわけですよ。でも檻の中の鳩っていうのはずっとそこにいるんですよね。それがだんだんだん無だんに腹立たしくって もしかしたら自分もこうなるのかなみたいなね、不思議な感覚に取られちゃったんですよ。そしてある日事件が起きました。それはですね、まあ私の学校の当時、不審者なんか頻発した時期がありまして、ある日ですね、私が野球の練習をこうやってしてると、6時か7時ぐらいだった真っ暗になってきた頃、なんか片付けかなんかをしてる時ですね、あの鳥小屋の方からパーッと火の手が上がったんですよ。明るくなってブワーッといきなりですよ。 で火事だって言うんで私たちも、あのー、野球のね片付けとか練習を中断してバケツに水を汲んでバーッといったわけですよそうするとですねその鳥小屋にもう火がもうもうと立っていて私がね駆けつけた時私たちがわっと群がった時にはもうすでに手遅れでした向こうからは救急車じゃない、あのー、消防車のね音がうーっとしていったのがちょっと印象に残ってるんですけどもでその鳥小屋を見ながら私はなんかねすごく カルチャーショックを受けたといいますか私の人生観をそこで大きく位置づけるような光景があったんですよ、これ、多分私しか感じてないです、それはですね、この飼育小屋が焼け落ちて、もう動物たちは黒焦げです、まさに今、火だるまになっているところです、で、私がいつも,もう腹立たしいなと思ってた歯とかですね、こう火を巻いてこう焼け、焼けてるんですよ、鳩がか、歯焼けてるんですよ、生々しく。 でプーンと匂いがしました本当にで焼けながらもうブワーッとねあの焼け落ちたシーコ小屋を突破してですね空高く飛んでいくんですよこうひ火花が散ったようにもうあの花火のようにバーッとね今でも思い出すと涙が出てきそうになるんですけどもブワーッと飛んでいくのを私は見てあきれだなと思いました同時になんとなく胸が熱くなってきてねあこいつら最後に自由になりやがったみたいなねでずーっと眺めていきながら まあその鳥たちはね一瞬飛び立ったんですけども校舎の向こうの方にバタッと落ちて、まあ、死んでしまったんだろうなと思いますもう本当に燃えながらですね焼けながら飛んでいったんですよでも私はねあのたった一瞬でも最後に自由を手にして檻を抜け出して自分の体力の及ぶ限り空高く飛んでいったあ檻の中からずっと見ていった自由な鳥たちがねあの飛んでいったようにそいつも飛びたかったんだなそして最後に。 飛べたんだなと思ったらねなんかね勇気が出てきたっていうかね、うん、かわいそうな事件だったんですけど私だけはなんかねそこから人生の教訓を得たような気がしましてねうわ綺麗だなと自由だなっていう風うに思ったんですよそれからだんだん私はあ,あの変わっていったというかね考え方が固まっていったっていうところなのかなと思います今ではですねやっぱりのたれ死の恐怖が背中にあろうとも自由さえあれば私はもう何もいらないと うん、で即果実行やりながらこういう言葉ができました自由さえあればもう何もいらないっねもうこれだけなんですよ私が望むのはさあ皆さんいかがですかね、えー、この話がどこまでね皆さんの群れに届くか分かりませんけども鳥籠の中にいてその範囲で自由を担保されて、えー、食う飲むに困らないそういう人生も多分ありますその中でも幸せを感じることができますで食べ物も自分で取らないといけない取れなかった日は すきっぱら抱えて野宿みたいなねそんな日々もあると思いますそういう自由と引き換えのお、まあ、リスクリスクと引き換えの自由こういったものの表裏一体で生きていく自由もあると思いますどっちも選ぶことができますどっちもでも命がけですどっちもですよ、うん、あのやっぱり自由っていうのは命がけだし人に買われるっていうのも命がけなんですよなぜなら買ってくれてる会社とか社会とか国が貧乏になったら 一緒に墜落すするわけですからね、うん、そう考えながらね、うん、なんか吉谷さんの話を聞きながら思い出したなというところでございましたはいそれでですね、えー、選択の自由とかいろいろありましたけども今回吉谷さんがね評価してくださったのはあー100年経ったらもう誰もいないっていうことなんですけどもこれ本当にそうでですね私がいつも思うんですよどんなななに遠慮してもも目の前の前こいつもいつなくなると、うん、で自分がどんなに思いを込めて愛する人がいても やってあげれることっていうのは限られてるんですよね。あのかつて金八先生がこんなことを言ってました。金八先生に対して保護者がね学校は何をしてくれるんだっていうふうに怒鳴り込んだシーンがあったんですよ。確かそんな感じです。まあ、今でも結構あると思うんですよ。今でもリアルな現場で学校はちゃんと子どもの指導してるんですかって言ってモンスターペイランていうがねどん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 文句を言ってくる場面があると思います。金金先先生生まないいですす、ね、ういう時なんとと言った思こよ お母ささんんのの気気持持ちちもかかりりまます。す。保護者私たちも全力でやらせてもらいますよと至らないところは十分分かってますでも全力でやって全力でやってもたかだか私たちが面倒を見れるのは3年ですよとその後はお父さんお母さんあなたたちがやっていかないといけないんですよこの3年間我々に責任を押し付けてギャーギャーわみき散らしたところで実際にこの子供たちの面倒を一生見ていくのはあなたなんですよそこに気づけないですかねっていうことね。こんなことを言ったと思うんですよ これれも私の心にに深く、ね、刻ままたた言葉ななりましたそうなんですよどんなに人生誰かと一緒にいるって言ってもたかだか数年とかね10年いたら本当にうん奇跡ですよ。で30年50年みたいな歩みを一緒に過ごしていくのっていうのはもう本れはね家族なんですよ家族ね。で今私はね吉谷さんと結構長い 付き合いと長いプロジェクトプラス結構ねす普段は独立者バラバラの存在でお互いに依存してる関係ではないですお互いに完全にセパレートです吉谷さん僕合宿やるんだったらちょっとギャラとか旅費とか面倒見てもらわないと困りますそんなことないですよね合宿をお互いやりたいから自然にやると何かのプロジェクト一緒にやりたいからやると で、吉谷さんはそこに価格設定をしたりね、プロデュースの手間をかけてくださったりとか、動画をガチンコつなげてく,れたくださったりとかっていう、まあ、一部ね、義務的な作業もしてくださると。で、そこに私は乗っかって、自由にやらせてもらいながら、自分が最高の吉谷さんがね、やっぱ、久保さん来てもらってよかったなって、久保さんの話、こっちも勉強になったなって言わせるぐらいの自己能力の、その連磨を毎日やっていくと。だから、合宿が決まった瞬間、私の進化ってのはまさにまたね、パワーアップしてる。 と思うんですよまあそういったことを考えるとあの本当に人生長いんですけども長いって言っても短いんですけどもねあの誰かと何かができるチャンスってのは本当に少ないんですよ、ねうん、だからあのどっかの塾に入ってそこで一生懸命やるって言ってもせいぜいですね1年一緒にやりますかってことなんですよ、ね、どっかの塾入りました3ヶ月でサポート切れましたとサポート延長で6ヶ月になりましたフェードアウト ね、そんな感じだと思いま,すまあそういう商品を選んでいっているわけなんですよ皆さんがねそれで、まあ、詐欺だとか何だとかね情報業界怪しいとか言ってるんですけどもそういったものをチョイスしてるから情報業界が怪しいっていう判断になるんですよでもしっかりとね心からサポートしてくれて期限なんてほとんどないような感じで毎日毎日質問したら帰ってくるアクションしたら戻ってくるどっかでリアルで会う場所も常にあるとこういった私とかね吉谷さんを選んだ人が じゃあ詐欺の商材に行き渡る確率ってもうこれからの人生って少ないと思いませんか、うん、それでも詐欺にかかるってことはもう完全に選択がもう悪いですよ。もう何を見ても詐欺,だ詐欺にしかかからないですそういう方は。というかねもっと言ったらですねどんなものも見方によっては詐欺なんですよ。で見方によっては恩人なんですよ。で自分がどの側面を見ていくかなんですよね。だって、うん、自分の収入が上がると思って入った塾で収入が上がらないから詐欺ですか いいやいやそこの塾でね収入にはならなかったけども人間として本当に大切なことを教わったとかね自己満足があれば別に詐欺っていうふうに判断しないと思うんですよでも売り上げは確かに立ったけどもでもでもですよ本当に殺伐した関係しか残んなかったっ言ったら儲かったんだけども不愉快になるんですよだから自分がどこにね目を向けるかってことなんですよ限られた人生の中でもう人に恨みを感じながらとかね復讐してやる気持ちを胸に抱えながら生きていくのかそれとも なんかね痛い目にはあったけどもすぐに忘れてまた新しい素敵なことを探しに行くのか美しい花とかね綺麗な景色を見に行くのかそれはもうね皆さんん選択の自由なんですよだって貧しくったってタンポポが綺麗だっていう気持ちはある,あるんですよね人にはでも貧しいからといって美しいものを見ることもやめてしまって人を恨むこととかね人に復讐することとかずるいこととかもうみっともないことに一生懸命になっちゃう人生っていうのがそこに待ってるとしたらそれはみっともない人生続きますよ でもどんなにね恥ずかしくても貧乏でも情けなくっても生きてることがそのまんま全てですよ全て素晴らしくて得なんだっていうところからスタートすればですね誰と出会っても学ぶことってむちゃくちゃあるんですよ誰と出会ってもですよで今日の動画の最後にこういう言葉をね送りたいと思いますそれはですね愚者者は賢者からも学ばないが賢者者は愚者からも学ぶということですでいいですか賢者は愚者からも学ぶんですよそして愚者は賢者からも学ばないんですね これをね深く座右の命として人生の座右の命として心に留めておいていただきたいと思います。誰かに対して騙された、裏切られたって感じることがあるとしたらそれは全く学んでない人の気持ちです、ね。愚者ってのは賢者、賢い人からも学ばないんですよ。でも 賢くなろうとする人そして賢い人っていうのは詐欺師からも学ぶバカな奴からも学ぶ歴史の失敗からも学ぶ当然成功からも学ぶ全部から学んでいくんですよねあなたはどんな人生を送りますかということになりますねさあ吉野さんはねあのなんか個人的にどんなね座右の銘とかを知ってらっしゃるかあ心に留めてらっしゃるかあの歴史上の人物とかであのこの人いいなーみたいなとかね歴史上じゃなくてもいいですよリアルな関係でもいいんですけどもあのなんか 目標や憧れにしてる人とかいますかねまあいないかもしれませんけどもいないっていう回答もあると思います。まあ私は結構いないんですよね。私はどっちかっていうと、うん、誰かを目標にするっていうことがなくなっちゃってうーんあのどう自分を構築していくかってことになりました。もうモデリングが終わったんですよ。モデリングをしないです。いかにそぎとして自分だけを残すかっていう作業になっちゃってるんで目標とする人物がいないんですけどもね。ただやっぱり吉谷さんみたいにされてることっていうのは私はね 非常にあの共感しますね。憧れるというか、うん、あのずっとね。こういう風に一緒に歩いていきたいなと思います。それでは失礼します。